それじゃあ行きましょう。ふんふんふん。筋力がないからね、強さがないからちょっと時間がかかるけど、まあその分ね、ステルス値を上げてきてるから、結構物音はね、立てづらくなってます。そしてこっからがコニーの真骨頂。こっからがコニーの真骨頂ですよ。見てください、この速さ。めっちゃ速いでしょ、物取んの。物を漁って獲得するのは、技術力が高ければなるんですけど、そう、コニーは技術力が高いんで、あっさりと物が取れます。まあ早い早い。もうあれだからね、特に休憩しなくてもいいから。ここまでくれば。ほら、休憩せずにさっと取れるんですよ。やばい、いた。ちょっとまあ距離取って、来てる来てる来てる、早いんすよ。まずい。来てるよ。来てるよっていうか、まあごめん、俺が知らせちゃった。大丈夫。よかった。ここだった。危ない。オッケー。ちょっと俺ここで時間稼ぐわ。やばいやばい。ちょっと待って、まずい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 、コックが来た、コックが降りてきた。まずいコックが降りてきた、やばいやばいやばい。これはちょっと待って、これは予想外。コック降りてくるは予想外。やべえ、あそこ固められたらきついぞ。あ、これまずい。ちょっとミスったかも、ちょっとミスったかも。危ない危ない。いや、もうこれはね、これはね、突破。ミスった、これ。コック追ってきてる。コック追ってきてる。はっ。危ない。あ、やばいやばいやばい。まずい。まずい。ういやー。あぶね。逃げ切った。これまずい、これまずすぎる。あれあれ、待て、入れない。え、もう出た、もう出たって何。どっから出た、なんかもう出た子がいるんだけど。待て、速攻すぎませんか。ちょっと待って、コニーの役目が何も果たせてない。え？どっから出たの？エディーランドは頑張ってくれてる。もうここ開けるわ。ちょっと待って、もう出た。どうやって出たんかね。どっから出たかっていうのが分かんないんですよね。だから上に行って探んないといけないんだけど。リーランドがめっちゃ頑張ってる。で、回復。あ、やった。そこあるわ。やばい、死ぬ。え、下が、下ゲート、解放来た？やばい、それ見てなかった。じゃあ、そうだね。ヒューズのとこ警戒されるかもしれないから、揺さぶりをかけることはできると思う。OK。揺さぶりをかけることはできる、できそうな気がする。ちょっとあんま行きたくないね。ここ開けたいんだけど。通知が行くから。遠く行ってほしい。いや、もう開けよっか。取り差し脱出。
わい。あ、空いてる。待って、獅子いた。いや、コックか。反対から行く。向こうに集中してるはず。仲間を犠牲にして私は生き残る。そう、このゲームはそれが基本です。リーランド行ったっぽいな。バレた？で、まだあんのよね。やった！コニーのパーク発動した。あの、一定の確率で、キーピックを消費しないっていうパークあんだけど、今消費せんかった。オッケーオッケー。いやー、コックきちいな。ねえ、こんな感じで二重で、かけてくるから。危ない。オッケーオッケーオッケー。オッケー、蹴れ、力がないから。早く止まれ、このポンコツ。オンボロオンボロオンボロ発電機、止まれ止まれ、オンボロ発電機、早くしろ。遅い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 よ。オッケー、ここに力ないかんね。ここに力ないかんね。そして、ラスト、ここに関しては、必殺技！ガチ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 ！はい、終わり。バイバイ。じゃあな。これがエグいんだよね。最後のこの脱出地点でこのスキル使われると、見てくださいよ。この破壊能力。3タップで壊れます。このスキルさえ使えば、正常に関しては3タップで壊れるっていうね、驚異的な。驚異的なパークで、あの、スキルです。あ、やった！いや、これはね、コニーのパークがね、でかかった。その一定の確率でキーピックを、あの、消費しないっていうやつがあるんだけど、それで消費せんかったから、わざわざ探しに行く手間が省けた分、あの、脱出しやすかった。特にこのパークに関しては、その、コックのね、施錠で二重ロックされてる場所とかあるから、そこを突破するときに輝く。やった。はい、初手脱出。でも、ここにやばいよね、3タップで、あれば。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。